友人フロマンタンエイジプシュッシュ、フラウェン・アウフデム・ラント・デ・ニルス、1876、ウジェーヌ・フロマンタンは、フランスの小説家、画家。ラ・ロシェルで生まれた。フランスロマン主義時代後期に、画家、評論家で活躍した。半自伝的小説の、ドミニック・デナを残している。プルースト風心理描写の先駆けとされる。裁判年に出版した。 代表作ベルギー・オランダ絵画気候評論、赤実の巨匠たちは、画壇、文壇で絶賛されただけでなく、1910年までに21版を重ねるほど一般読者にも好評を博したが、フロマンタン自身は、初版艦より3ヶ月後に、故郷郊外の別荘で死去した。なお本書は、若き日のマルセル・プルースとの愛読書だった。他に、気候文で、アルジェリア滞在 サハラの夏と、チュニジア滞在期、サヘルの一年がある。絵画作品は、オリエンタリスト派として、長期滞在した北アフリカの風景画が多い。また、画家としては、アンリ・ジェルベクスに教えを施している。ありがとうございます。